こんにちは、Bレジェンドの田中です。今回は筋肥大を狙ったトレーニングと高重量低回数の、まあ、いわゆる一発を持ち上げるトレーニングの違いについて解説したいと思います。それでは解説の前に自己紹介を行いたいと思います。私は B レジェンドジムでパーソナルトレーナーとして勤務しております。競技としてはパワーリフティングに取り組んでおり、2017年近畿パワーリフティング大会74キロ級で優勝した経験があります。それでは筋肥大を狙ったトレーニングと高重量低回数のトレーニングのそれぞれの効果と目的についてお話したいと思います。筋肥大を狙ったトレーニングは、まあその名の通り筋肉を発達させることが目的となります。回数としては1セットあたり8回から12回を持ち上げるトレーニングになります。トレーニング中の意識としては、対象の筋肉をしっかり意識して筋肉に重りを乗せて行っていくことが重要になります。例えばベンチプレスであれば、メインのターゲットの大胸筋にしっかり重りを乗せて、大胸筋を意識しながら重りを上げ下げするという動作になります。次に高重量低回数のトレーニングの効果と目的としましては、筋肉を上手に使う神経系の発達が狙いとなります。筋肉量があってもですね、筋肉をうまく使えないとですね、力をしっかり発揮できません。そこで高重量低回数のトレーニングを取り入れることで、今ある筋肉をより効率的に力強く使うことができるようになります。トレーニングの回数としては1セットあたり1回から3回の重量になります。トレーニングの重量回数の設定としては、1セットあたり1回から3回しか持ち上がらない重い重量設定になってきます。動作中の意識としては、例えばベンチプレスであれば大胸筋だけを意識するのではなくて、大胸筋、肩、三頭筋、うまく全身を使える人であれば背中、足などを使って全身の力で重りを持ち上げる動作になります。それぞれの特徴を意識した上で、どのような方におすすめかと申しますと、どっちも皆さんやってください。筋肥大のトレーニングをおろそかにして高重量低回数のトレーニングばっかりを行っていると、使う筋肉はですね、今まで行ってきたトレーニングや骨格によって特徴が出てきます。例えばベンチプレスであっても大胸筋がうまく使えなくて腕ばっかりで上げてしまうとかですね、それぞれ癖が出てしまうので筋肥大が偏ってしまうということになってしまいます。まあ思った通りの体つきにならなかったりですね、使う場所が偏ることで怪我をしたりするっていう原因になってしまいます。逆に筋肥大メニューばかりを行っていると、筋肉を上手に使う力が発達しません。高重量低回数のトレーニングをおろそかにしてしまうと、筋肉を上手に使う神経系の発達が不十分なために、本来はもっと重い重量で筋肥大のトレーニングが行えるのに、軽い重量のまま筋肥大のトレーニングを行うことになってしまいますので、筋肥大が効率的かというとそうではない状態になってしまいます。次にそれぞれのトレーニングの具体的な取り入れ方について解説したいと思います。まず一つはトレーニングサイクルを組むことです。高重量低回数の日、まあ、1回から3回の重りが上がる重量を設定する日、中重量中回数、筋肥大のメニューとして8回から12回ギリギリ上がる重量の設定を行う日、低重量高回数、軽い重量で15回から20回上がる重量の設定を行う日をそれぞれ設けて、まんべんなく組み入れていくトレーニングになります。次に私のおすすめのトレーニングの組み合わせ方としては、ウォーミングアップをして重量を上げていくときにですね、粘らずに上がる1回の重量をウォーミングアップに組み入れるというやり方をおすすめします。例えばベンチプレス100キロが1回だけ上げたことがあるという人のベンチプレスのトレーニングのメニューの設定ですが、まあ通常通りウォーミングアップは行っていきます。例えば20キロで10回、50キロから60キロで6回、80キロで3回、通常この辺までウォーミングアップをすると筋肥大の方はそこからメインセット、まあ、75キロ程度で10回、まあ、3セットに入っていくと思うんですが、私のおすすめとしては、そこから80キロで2、3回のウォーミングアップを行ったら、次は90キロで1回、90キロ上げた時点で95キロぐらいだったら粘らずに上がりそうだなという場合は、もう95キロまでウォーミングアップの時点で持ってしまいます。ここで重要なのは95キロ粘らないことですね。粘らない重量設定を行うことなので、90キロでもし、まあ、重く感じる場合はもう高重量のトレーニングとしては90キロで1回持って終わり、この後セットに入るっていうやり方です。まあ、具体的には95キロで1回持ちましたと、そこで高重量の神経系の刺激は終わりと、そこから、まあ、通常通りの筋肥大メニューですね、まあ、75キロで10回とか、
まあ、重量調整しながら3セットを行っていくというやり方になります。まあ、余裕がある人はここからですね、まあ、3セット終わったら4セット目に低重量高回数ですね、まあ、60キロ程度で15回程度のトレーニングを足すのもありかと思います。まあ、この組み方についてですけど、まあ、1回高重量を持つことでなんか疲れ切っちゃって筋肥大のセットが集中できないとか重量が思いっきり下がる回数が下がるっていう場合は、まあ、あまり向いていないかなと思いますが、高重量ウォーミングアップの時に1回入れることで重さに対するですね、精神的な慣れも生まれて神経系もよりしっかり活性化することでセット重量とか回数ですね、いつもだったら10回だけど12回とか13回とかできるっていう場合もありますので、まあ、私としてはウォーミングアップに1回高重量挟むというやり方もお勧めしてます。この方法のメリットとしては日頃忙しくてトレーニングサイクルを組んでもちょっと予定通りに進められないとかですね、トレーニングに来れる日がまちまちでできるだけいろんな刺激を一日の中に組み入れたいという方は特におすすめかと思います。ポイントとしましては筋肥大を狙ったフォームと高重量低回数のフォームの意識を変えるっていうことも重要かと思います。筋肥大を狙ったトレーニングであればやはりこう部位を意識して大胸筋をベンチプレスであれば意識しながら丁寧に持ち上げるんですけど、まあ、ウォーミングアップ中であってもですね、高重量低回数であればもう全身を使ってとにかく一発重いのを持ち上げるっていう意識で行う、そこで一発持っておいて、まあ、セットになったら今度もう一度しっかり丁寧に大胸筋に負荷を乗せてトレーニングを行うっていう、まあ、フォームを組み替えるのも一つポイントかなと思います。注意点としましてはこれまで運動習慣がなかった方や、まあ、40代以上の方などは高重量の重りを扱いますのでやっぱ関節に負担がかかったりしますので取り入れるときは慎重に行っていただければいいかなと思います。で、できれば、まあ、トレーナーや経験者の方に綺麗なフォームが組めてる、関節に負担がかからないフォームでできてるっていうのを確認していただいてから高重量低回数のトレーニングを取り入れていくことが良いかなと思います。それでは結論としましては筋肥大を狙ったトレーニングと高重量低回数のトレーニングそれぞれに特徴と効果がありますのでトレーニングにおいてはどちらも伸ばしていくことが重要になります。それぞれの特徴を理解した上でトレーニングの中にどちらも組み入れる方法は、まあ、サイクルを組むなのかウォーミングアップに高重量を組み入れるなのかは、まあ、それぞれのライフスタイルや、まあ、経験によって、まあ、どれがベストかっていうのは変わってくるとは思うんですが両方試してみて組み入れやすいところを組み入れてどっちも伸ばしていけるようにトレーニングに取り組んでください。参考になった方はチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。B レジェンド公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。概要欄から登録をよろしくお願いします。その他 B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催していますので概要欄からチェックしてください。それでは次回の動画でもお会いしましょう。さようなら。